はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、このカワタンっていう方、一発マリオのねコース作ってるの結構多いんですよ。ただマジでむずい。今日するコースは簡単な方だけど、もうほんと難しいのが多くて、僕もねできないのがねたくさんあるんですけど、今日はですねこれがちょっと気になったんでやっていきましょう。一発マリオ25、やたら壁が高いです。まあ壁が高いっつっても、このノコノコのね甲羅を使って2段ジャンプすればいいだけの話。高くない？ちょっと、え、何、東京タワーですか？多分これ走っていくと思うんだよね。なんで左に出してこう行くみたいな。うわ、惜しい。めっちゃ惜しくない？今ので合ってんじゃないの？あ、待って、最速クリアがね3秒台になってる。いや、3秒台って言ったらさ、多分走らんでもこうやっていけるんじゃないの？ただどうやってあんな高く飛べんの？これね結構やって分かったことがあるんですよね。このノコノコ踏むじゃん。このノコノコ踏んで、このノコノコがさ立ち上がるとき、わかる？この裸のノコノコが立ち上がるとき、ちょっとジャンプするじゃん。あの瞬間に踏むみたいな感じじゃないんかな。いや、いい着眼点だね。いや、自分で思った。だからこのタイミング、全然違う。このノコノコがさ、このナイスタイミングでジャ、うわ、今惜しくね。いや、絶対これで合ってる。最速クリアが3秒とかもうどうでもいい。これしかねえ、もう僕がいける方法はこれしかねえ。おりゃ、来た。ありがとうございます。いや、ほんと難しかったこれ。ただね、3秒でクリアするっていうやり方がね分かんないよね。ちょっと分かる人コメントしてくんない？はい、それじゃあ次のトロールコースなんですけどね、ちょっとこれ詳しく見るを見てみて。そしたらさ、なんか人画面っていうわけじゃないんですけど、コースめっちゃ短い感じするよね。でもさ、ベストタイムが3分41秒って書いてるんですよね。いや、こんな短さの中に、まあなんでそんな長いんだろうと思って、めっちゃ気になるねこのコース。まあそれじゃあやっていきますか。ちょっと待って。ちょっと待ってね。うわ、どういうことだろうこれは。まあキノコ取ってみるか。ナヌ。ナヌってなんだ。それじゃあ最初ここキノコの下叩いてキノコ取ります。そしてこの上に登ります。さらにこの針の上に登って左に行くと、そういうことですね。いや、分かってるよ、トロールキングだからねこっちは。あの金魚やるよ。ちょっと何か喋りたいか分かんない。ああ、まみみ、これは花ちゃんが右なんか書いてるんで、このルイージのとこ、なんでこっち叩きます。ナイス、このまま右に行くみたいな。え、下に落ちんの？いや、でも待てよ、あの花ちゃんのところが正解と見せかけて、あのフラワーのところが正解っていうパターンもありえるよね。この左めっちゃ怪しくない？そんじゃここね、キノコになってすぐ右に行こうか。オッケー。そしてこれは下に降りてっていいのか。あ、これなんかあれだね、花ちゃんがまるでパックンが×みたいな書いてくれてるね。これ優しい親切系か、もしかして。これ右になんか出てくる。うわ、出てこんか。じゃあこのハテナブロックを叩くしかないんで、叩いてすぐ右に逃げると見せかけてもう一回ジャンプする。こっち。絶対右なんか来ると思ったもん。じゃあここは叩いて右に逃げればよかったのか。はい、右に逃げます。いや、積んでんじゃねえか。叩いて左に行っていいのかな。なんかガモン鉄球出しそうじゃないここで。ジャンプして避ける。あれ、なんで鉄球出してこないの。いや、これ見て見てほら、どっちがガモンかわからないでしょ。じゃあ先行きます。ここで中間ポイントが取れるのか。で、これは左も右も行けないんでね、下しかありませんので下行きます。うーわ、なんか難しい。あ、またなんか中間ポイント取ったね。これは右に行っていいのかな。これどんどんピンクコイン取る感じか。今気づいたけどピンクコイン5個あるね。全然気づかなかったよこれ。じゃあこのまま右行こう。なんかトロール、ちょっと待って、あのバネまずくない？このバネなんかまずい気がしない？これさ、バネ持っていかなんじゃない？じゃあここはこのオープンブロックに並んで右に行きます。そういう高等テクニックを私はします。いいのこれで。よくねえじゃんか。やっぱりシーソー下がんないもん。これ多分ね、早く行ってバネ持っていかなと思うんですよね。なんで、はい、よし、
でバネと一緒に下がる。そうバネと一緒だったら重くなって下がるみたいな。このバネどんだけ重いんだよって話だけどね。じゃあここはブーブー言われました。ここにバネ投げんのかな、こうやって。あ、でこれでブロックが崩れるのが防げるのかな。あ、待って、ミスった。スタートからやり直した。いや、しかもキノコも取り忘れた。さらに死ぬ。じゃあこれはバネ持ってさっきのここに投げてみよっか。どうなるんだろう。で、つらら落とします。あれ、あ、これバネの上乗るみたいな。なんでここつららがなくなって上に行く。あ、これで合ってるっぽいね。うわ、なんかありそう。ここ大丈夫。うわっ、え、待って、このチョロップちゃん焦ってしまったわ。じゃあここ上に行くでしょ。まあここ変なダダンって音になるけど、これこの音めっちゃ焦るよね。でチョロプーが出てくるんだけど、このチョロプーは多分普通に倒します。で左に行こう。うわ、こっちで本当合ってんのかな。ちょっと上に行ってみる。隠しブロックは何もないね。じゃあこのまま左行きます。これはドントキル。うわ、マジかよ。え、今のチョロプー倒したらダメってこと。ちょっと待って、上に行ってみるね。上に行って、いや、なんかいけそうじゃない。これこれはもう右叩くしかないんで、こっち叩きます。なんだそれ何も変わんねえじゃねえか。じゃあここのチョロプーは倒さんでいこっか。上にバーがあるのはそのためかな。でこのまま行って、何が変わるんだろうね。倒すのと倒さんのじゃ何が変わるんですかね、チョロプー。ここ一回、じゃあもう一回ハテナブロック叩きますよ。これで何が変わるんでしょうか。あれ、なんかこっち行けるようになってるね。あら、さっきこっち行けたっけ。ちょっとどうしよう。一旦オンオフして左に逃げます。あ、何も変わらんねえ。あ、待って、なんか左今なんか太陽が降ってきたんだけど、なんか関係あんのかな。じゃあこのまま一旦右入って中間ポイント、あれ、でもう一回下に行ける。あ、これで2つ目のピンクコイン取れるんじゃない。あー、ほらほらほら。でもう一回右に行く。あ、さっきと同じじゃないの。じゃあほらねえ、うわ、これさっきと違うやんか的な感じでしょこれ。いや、いや、やっぱさっきと違うやんかどうすりゃいいのよ、あれを取れってか。やっぱそうじゃねえか。なんかね、コメントとかでいただくんですけど、なんかさっきと違うやんかっていうのがね、好きみたいな人がね多くて、いやなんで好きなんだろうと思いながらね。うーん、まあそんな僕の口癖をね、好きって言ってくれてどうもありがとうございますということで、このねシーソーに乗って進みましょう。じゃあもう一回ここは投げておいて、絶対違うと思う。ここ絶対なんか罠と思う。そういう問題じゃねえ。じゃあここはもう一回さっきと同じ風に行ってみるね。でジャンプ、うわ、合ってるっぽい、合ってるっぽいね。うわ、ここどうしよう。上に行って、チョロプーは降りてこないからこのまま左行こっか。うわ、なんかさ、このスノーのサボテンがいるんですけどねなんだスノーのサボテンって。もう左叩くしかないから左叩くよ。はい、ブブーじゃねえんだよえ、今度どうするんだろう。それじゃあここは逆に倒さないけんみたいな感じじゃない、チョロプー。今度ドンとキルっていうやつがさ消されてるじゃん。だから倒さないけんと思うんですよね。だからここは早く行く、早く行ってチョロプーを倒す。これで何かが変わってるはず。何も変わってないように見えるけど、なんで変わってんのよなんでチョロプー倒すだけでそうなるのよ。いや、マジわかんないよね。次が3つ目のピンクコインを取れると思うんだよね。あと1回、オッケー。いや、このコースすごいねじゃあ新しい場面だね。いや、どんな感じなんだろう。これはチャッカマンしよっか。いや、しないでいこう。多分しないでいい、しないでこのまんま右に行っていいかな。行く、うわ、しないとダメ。きせ、これさ左に抜けれそうじゃない。抜けますね。いや、無理に決まっちゃうやんか。じゃあここはボムを使って一番右まで投げる。ちょっと今なんかここなんかなかった、今バネた、なんかさボヨンって出てきたよね今。上から投げた方がいいのか、こう。多分これでいいね。そして右下に行ける。オッケー、よし、
うわいや避けたらダメいや今のナイス避けと思ったんだけどな。それじゃあここは早く行こう、早く行ってバネが出てくるのを待つ。オッケーでジャンプ、多分これでいけるよね。よしで次のドア進みましょう。今度はうわーどうしよっかな。これは一旦右行ってみるね。一旦このまま右行って、おーぶった、いや死んでるじゃあここはすぐ右に行こっか。走って右に行きます。走って右に行ってキノコだけ取ってみるね。あやべえこれめんどくせえやつや。うわこれマジめんどい、やばキノコ邪魔じゃない。あこれうわ待って待って、これやられれんの。バネバネちゃくちゃいやマジ邪魔だって、ほんと邪魔なんだってバネ。同じ緑じゃんか、仲良くしようぜ。うわどうしよう、絶対負けないよ私。なんかいいタイミングあるはず、この辺この辺この辺、はいよし来た、あと1回あと1回あと1回いやこれちょっとキノコ邪魔すぎ。あなんか来てくれた、ナイスナイスすぎこの亀の甲羅。オッケーオッケーオッケー、早く早く早く、イエーイ。そんじゃここ走っていった方がいいね、ここ走って抜けます。なんて書いてるんでこのまま走ります。ナイスキノコ、多分これで合ってた。でこのまま10コイン2つ取って、いや10コインはいらないんだけどで当たってからの上、いやこれでいける、やったここ地味にむずいんだよね今んとこ。で多分今のと同じコースなんだけど、さっきと違うコースっていうか、さっきと違うギミックになってるんだろうね。いや怖いね、でもねやりがいがあるよこれは。さっきと違う方向で考えよう、多分下だね。なんでさっきと違うやんか、本当に全然違うやんか。待って待って、これじゃあどうすればいいのよこれ離れた場所で下から行けみたいな、いやわかんないわかんない、これマジわかんないね。あ待って、マジミスったまあいいや、やり直しよう。さてさて戻ってきました、戻ってきて、ここはこっから投げるのかな、こう。あ合ってるっぽいね、で上からこういく、オッケー。あなるほど、そしてここはなんだこれは、これでいいんですかこれでいいのかな。一回当たって、いやもう一回当たっていくのか、もう一回当たってドアに入ろっか。いやこれでいいんかな。そしてあ今度左上に行くようになってるね。でこのまま上に行ってみる、えなんか右罠っぽいね。いやどっちだろう、いやちょっ待って、今のはひどくないですか、あのごめんこんな綺麗に入るもんなの。それじゃあここは左上行くでしょ、孔明のところがあったから、これちょっと待ってね。でこの孔明を出しておいて、さらに上で右しかない。なーにあいつマジ本当。じゃあここ早く行こう、早く行って下に降ります。オッケーでこのまま下に行って、よし拍手されました。これは待って、さっきと同じパターン、やっぱりかー。うわマジこのチョロップあれだね。うわ待って、これさっきと同じめんどくさいパターンのやつじゃない。あでもキノコ、うわやっぱ出てきたこれはもうトゲゾウ待っておくしかないね。ここは走っていく、オッケー。そしてこのままラーンって書いてるけど、なんかまずい、ボム兵が降りてきてるっていうことは違うパターン。なにとっいやー分かってた、今読んでたんだけど、このブロックの方が一枚上手だった。多分ここにいたらいいよね。でキノコ取る、そしてこのまま右行ける。多分これでね、もう全ての赤コインがね集まるからね、ピンクコインか、まあゴールになると思うんだけどね。ほら多分ゴールだねこれ。いやこのコースはね、最後にあのなんていうのかな、ゴール前に罠があるかどうかね、ちょっと楽しみなんですけどいつもコメントでね、あのゴール前の罠待ってるでしょみたいな、まあ言われるんですけど
まあ、そんなことないからね、みんな。僕待ってませんから。エンド。あ、これ終わりっぽいね。じゃあこっちは右かな。このドアでいいのかな。そしてあれ、あ、あったあったあった、ゴール。ほら、これはもうあれだね、あれしようないね、もう罠の引っかかりようが。あれ、ちょっとあ、よく見たらこれあれやん、ゴールバー右向きやん。っていうことは戻らないけんの。え、あ、なんか変わってる。なんだ、これでゴールか。もったいぶらせえがって、早くゴールさせてくれよ。もうじゃあこのまま右手、もうここがゴールでしょ。もう大丈夫ですか、これは。なんでキノコ取ったんですか、僕は今。キノコ取ったらゴールできないじゃんか。なんでやられんだよ。うわ、今のでゴールと思ったんだけどな。あら、見て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 、これでよかったんじゃない。ほら、ゴールできるよ。いきますよ、はい、ゴール。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。